ね、僕がね、例えばこういうふうにやって四方投げって四方投げこうやってやると、ああ伸ばされちゃったって、これこのままいったらやられちゃうの、このまま肘壊されちゃったかとかね、ああ痛いよね、痛いからこう防御してこうやってやりたいのっていうのは、こう縮めたいの。これ伸ばされちゃうと嫌だから、伸ばされちゃったらやられちゃうのだから、こう伸ばされるなって分かったらこうやって直したいので、そこを彼は回ってきたの。それでこういうふうに四方投げね、これ伸ばされちゃ嫌だから彼は曲げてくるの、そこのところをこういうふうに入ってきたの、スルリンコンって。だから普通は受けの人は稽古の時はこうやって伸ばされて、そのままこうやって伸ばしたままじゃないの、本当はね、本当は伸ばされたままだったら壊れちゃうんだから、伸ばしたままこうやって伸びてたら壊れちゃうの、こうやって壊れちゃうね、こうやってやってボキってこう下手やったらボキなんだから、これは伸ばされちゃやばいから、自分の身を守るために自動的にこの手は曲がってきて、こうあっ切れてるねこうね曲がってくるの、曲がってきたところにここの隙間が見えるので、隙間のところ入ったのと曲がってんの、これ曲がってんの、そして自分が安定してこうやって落とすっていうのが四方投げの本当の形だから、こうやってカッと伸ばしてんじゃないの、伸ばしてんじゃなくて曲がってんの、曲がってんの、だからこういうふうに入ってる、こういう、そういう話ね。その辺をやりたかったんだけどね、これこうやって伸ばされちゃうと伸ばされちゃうんだから、曲がってきて、そこは利用してんの、彼を補助してんのって言ったよね、利用してんの、こうやって伸ばされ、ほら曲がってきたよね、防御反応、これ防御反応で、防御反応を利用してこう落とす、そういう風に防御反応、彼の防御反応、あそうそうね、こうね、で利用してからこう曲がってるから、こう隙間見えてこう入った、そういう風にやりたいの。難しいんだけどそういうことまで考えて、ほら伸ばされちゃうと嫌だからこう曲がってきたので、こうやって来てもいいよ、あの場所がなかったらね、自分が曲がってこうやって入ってきてるのはすごく良くないから、まっすぐね、まっすぐこうやって、これでもいい、まあいずれにしてもこう、だから受けの人は大事、受けの人は大事ってのは、この受けの人は大事、これこの自然な反応を利用して僕がやってるから、鳥の人のために、受けの人の自然な反応ってのはすごい大事で、こう伸びたれたら伸びてるの、伸びたこうやって伸びたままで、こう曲がってきたらこう入ってくる、そういう形ね。だ受けの人に合わせてるの、あ受けの人の補助だから、鳥の人はね、そういう考え方やった方がいいんだよね。ここで曲がってきたから、ほらこのまま入ってくるとかね。で鳥の人は自分がいつもまっすぐ安定してる、こう傾かないで、こうねこうね、ほらこれ伸びてるからこっちへ出してくれば、こうやってこう投げてもいいよ。要は鳥の人は受けの人の補助しながらこう補助しながらなんかやってるって、そういう感じだからね。こうやって曲がってきたら、ほらもうこうやって四方投げ、そういう感じ。じゃあ四方投げでちょっとやってみようかね、四方投げ、はい、ちょっと見てください、あのこうでしょ、こう四方投げの時はこの線に入りたいわけ、頭がここに入ってこう入りたいのね。でもこれ入っちゃ曲がっちゃうんだよね。だから触った時に万歳させてんの、万歳させたらこんなに隙間があるからいくらでも回れるの、こうやって回れるの。でもこうやってやって自分が近づいちゃったら、脇締められて近づいちゃったらここ入っていけないのね。だから離れてる時から万歳させてんの、そうしたら回れんの。そういうことまでを
考えてなきゃダメあっちの方で言ったんだけどさ、だから触った時に万歳させてんのかって、だから入れんの万歳で、こうやってこうやって近づいてから入ってから万歳させれないのこれ、パーッと。そういう時はこうやって下がってやるしかないんだけどさ、四方投げやりたかったら離れてる位置で万歳させてんの、そうだからほら入れんの。そういう風にちょっとコツだけどね、あのみんなちょっとみんなこうやって並んじゃってさ、並んじゃってからさ、こうやってこうやって入りたかった、こうやって並ぶ前に万歳させてんのよ、だからこうやって入れんのよ、こうやって。そういう話だからね、近づく前にもうちょっと四方投げ、あのどうやって万歳させるかって話だから、不用意に近づいちゃったら彼は脇締めて、脇締めてこうほらプロテクトだから、へその前にこの手こうやって、でこの手効くよ、この足効くよっていう風にやりたいわけね。その時に僕はこういう風に後ろに近くに入ってこう上げたんだけどね、でこう近づいていったのね、これね、こう離れていく方法もあるの、離れてこう脇締めて、脇締めてきたらあさよならってこう離れていくのね。これこのこうかって脇締めて、脇締めてでこっちこっち使おうと思って、この膝とか来るよね、こう入ろうとしたら来るのね、これ力抜いてポカってポカってポカって来ちゃうの。だからこれ縮められたら嫌だなって、あー来ちゃうなって思うわけじゃない。だこの線を避けて、この線をこの足避けてこっち入りたいわけ。そのためにはこう来たらこう嫌だよって、いや当たっちゃうよ、そっち行ったら当たっちゃうよってなっちゃうから、当たらない方向に行ってるわけ。こうやってやったよ、当たらない方向、こうやって当たらない方向ね、当たらない、このまま行ったら当たっちゃうんだ、このまま行ったら当たっちゃうんだから、これ当たっちゃうってのはやられちゃうってこと、死んじゃうってことだ、死なない方向、死なない方向、あー死なないんだよってこと、ほらほら、こっちこっちこっちだったら知らないから自由に逃げてんの、逃げてる逃げてるんだから、逃げてるって言ってもいいんだけど、まあ、逃げんのほら、逃げんのほら、そうすると手当たらないよね。だいつもその瞬間瞬間で自分の体の使い方ってかな、あの処理してんの、あのうまく考えて、ああやばい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 、それで下落としちゃおうって、そういう話、そういう話ね。でまあそうやってするでしょ、そうすると小手返しできるの、小手返しで、これ小手返しや小手返しとかこうね、こうこうつながってればこのままこうこういう形で、こういうこういう形ね、つながってればこうパッて、あやばいなって切れる余裕があれば持ち替えてこういう形でしょ。同じだから、つながってるかつながってないかによっても違うし、でも場所は同じ、場所は。それからこうやってつながって、こうやってよいしょって、これやってたらこれ来ちゃうの、あこれまた次来ちゃうの、こうやってやってこうやってこの手に行ったらこっちほら忘れてから来ちゃうの。だからこうやって振り返ってくる前に、振り返ってきて、あ来たやばいって、こうこの手効かないようにしたいわけ、効かないところにいたいわけで、そういうのが優先だからね。食らっちゃったらもう終わり、死んじゃったら終わり、だから死なないように、死なないように、死なないように、こういうふうにやってんの、死なないように。だから自分が生き残るのね、それは大事だから、それが最優先だからね、最優先だから、こう来たらなるべくこの手この足安全なところで来るんだったら来る前に落としてる、そういう感じね、そういう感じね。じゃあやって小手返しでいろいろできるから、場所が大事だからね。じゃあやりましょう。あのね、この手追っかけるとこっちが待ってるの、この肘とかだから、この手はもう落としちゃうのが一番いいの。落としちゃうってのは下に落とすの、自分の正中線で下に、何しろ下に落としちゃうの、下に下にと足が止まっちゃって彼は倒れちゃうの。
何しろ下に落としたの。これをこうやってこの手取ろうと思ってこうやってやってる間にやられちゃうんだよな、これ。だからこの手は彼の重心の下にこういうふうに持ってくれば何もしなくたって倒れちゃうんだよね。で優先してんのはこの横にこうやって回してきたりしたらすごいやばいの。やばいなってこれやれないよね普通。だからまっすぐ落とすんだったら安心。こうやってまっすぐ落としてきてんだから。でそれを利用した、だゆなんね。まあ下に落とすってのはすごい大事。下に落とす。何しろ下。最短距離下。あれ最短距離下。これ一番いいの。一番良くないのは横に振っちゃうのか、ダーダーこれやられちゃうの、やられちゃうの。だから下に、下、何にもしてないね、何にも、ただ下に落とした。で、相手の方に入ってくるため、これ、相手の方がかかっちゃったから、自分の下に落とすの、自分の下にこう近づいて落とすの、ここにこれ、自分の重心使えるの、そうすると。ね、こっちじゃ重心使えないの、自分の重心こうやってるから使えるのそういう話だからね。そういうのをなんとかな、合気道と一般のそういう常識じゃないな、そういう工具とか工具の使い方とか全部同じだからね、あの歩き方とか自転車乗り方とか全部共通してっから、同じ原理で動いてんだから、合気道だけ別物じゃない。だからなるべく自分の近くで重心体重使って工具もそういう風に使った方がいいの。これじゃ力入んないんだから。だから力入れときゃグッてこうやってなんか空気入れてもなんでもそうだね。まあそういう話だから、合気道は特別なことやってるわけじゃないから、共通のそういう社会生活でも役に立つんだけどね。まあそういう話、それでこうね、こうね、で下ってのはこの下に落とせんだったらここで落としてもいいよ。下に落とせんだったら、でもね、普通は落とせないの。普通はほら反発するから、彼がほらこっちやってこない。だから自分が入ってこうやって落とした、そういう話で、相手と自分との関係だから、相手と自分との関係、自分はやりたいけど相手は嫌がってたらできないんだよね、何もね。相手がなんていうのかな、相手が引っ張り込んでくるからありがとうってこうできるの。ただ下落としてるだけよ、これ下に。あれってが引っ張り込んでくるから、あどうぞやってくださいねって言いながらやってんので、彼に同意してやってんのそういうことを学ぶ練習だからね。だから今度はじゃあどうしようかな、下に落としてこようとしたら反発したの。だいいよ、反発これ以上落ちないの。落ちないとこのハンドこっち来てんだよね、こういうふうに脱がしてくるぞ。ほら取れるから、こうやってやってよ、こっち、それからこう出すの、こっちやってな、なに、じゃあ離れて、あ落ちないよね、これ落ちないよね、あ落ちないよね、全然向こうも、ほら彼のね。だから自分が入ってでこうに入ってでこう上から下ね、なるべく近いとこ、遠くだと力入んないの、近いとほら力入るの、遠いと入らないの、近いと入るので近いの、ここ近いの、こっちか、こう離れないの、近いの、ボカってこれも近いので、こういうに伸ばしてきて、こうちょっと一挙難しいけど、まあいいや、じゃあやろう、何しろこう転換してもいいや、何しろ近い、離れてるとダメ、力入んない、こうで詰めない、こう捨てるんだから、捨てるのね、こっち捨てるの、こっちに捨てるの。そうすると伸びてきて、ほら声が出るぐらい痛いってそういう話なんだよね。
じゃあ息をするの形でいろいろやってみましょう。あの片手持ちでもいいし、からこう打ってきてもいいよ。何しろ近い近い近いところ来てから落とすの。こうやって遠くで落としちゃダメ。遠くで落としちゃ、例えば少々目打ってきて、遠くで落としちゃダメ。落ちないんだから、ほら落ちないんだから、近く入ってるから落ちる。でも近く入れば入るほどこの手があるの。この足とかこの手があるの、近く入れば。だからこれを効かせないためにどうするか、これこっち出すの、こっち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 、そうそう、出ないよね、これこれね、こっち。そして下を落とすの、それでこうね、そう。まあいろいろあるけど、まあじゃあちょっと息を、息の形で最後に、まあ息は難しいですね。これ持たせてこうね、これはまっすぐまっすぐまっすぐ上に出す練習、まっすぐ上、まっすぐまっすぐ上に出す練習、こうこう上ってあっちじゃないからね、こっちだから、ちょうどあの電球の垂直に上ね、90度上、75度じゃないから、上ってとみんなあっち、こうやってこっちだしゃね、こっちこっちじゃないから、上はこっちだから、こっち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 だから、こっちこっちね、こっち、そういう練習だから、上下ね、上下下下下ってのはこっち、こっちじゃないから、ここだから、ここが下だから、ここ上は向こう、真上ね、真上が上、そして下下下。じゃあ練習しましょう、どうぞ。